今、若兵の時。あいつ卒業式の予行練習ごときで泣いてるやん。てかさ、2年の時丸1年不登校で思い出ないくせに、なんで泣けるんだろうね。ああ、元不登校の私に泣く権利なんてないんだ。はいはい、みんな陰口言わないの。誰が泣いたっていいでしょ。今回は優しいんですね。不登校や陰キャは予行練習で泣いちゃダメとか私は気にしてないから。だって本物のヤンキャだからね。やっぱ電車って素敵だ。私は鉄道好き女子なのだ。あれ、かげこちゃん、こんなところで。まさか鉄オタ。やばーやばって、バカにしてます。鉄の塊撮影して何が面白いの。本物の陽キャはみんなの個性とか趣味とか認めてくれるはず。にしてもでしょ、ニュースでやってる鉄オタの迷惑って。まさかかげこ、ほんと害悪。私はちゃんとマナー守ってるよ。私は本物の陽キャだから相手のことを思ってビシッて言うの。鉄オタはキモい。あ、キウゴくん、チョコ、いらないと思うけど。え、めっちゃ嬉しいよ。ありがとう。ちゃんと食べてね。バイバイ。おい、バイバイ。かげこ、頑張ってんじゃん。ああ、うん。てか、袋見たけど、市販のやつ。わろた！市販のやつ渡しても、本命って思われないよ。私は手作りのやつ、キウゴくんに渡しに行くんだ。ねえ、かげこ、男子トイレやばいって。ちょ、来て。あ、ええー。こんなチョコ食うわけないじゃん。大イベント一緒に流しまーす。チョコ。やっぱ市販のやつだったからじゃない。じゃあみんなで言うなよ。ほんとすっきりしたね。あ、二人とも いたんだ。かげこ解いて。うちは手作りのやつ、けいごくんのために作ったの。おお、そうなんだ。ちょ、あんたは一旦黙って。本物の陽キャの時間なの。ちょ、うるさくてごめんね。開始待ってるね。先生、ミレイちゃん、学校に関係ないもの持ってきてます。え、ちょ、待ってよ。ミレイ、交通違反が小さくだぞ。いやー、コギコが持ってきてましたよ。そうなのか。いや、持ってきてますよ。証拠は、さっき店に流してたわ。あれ、私、はめられてる。コギコは持ってきてないよな。大丈夫、袋捨てただけで、チョコはポケットにあるから。じゃあ、ミレイ、お前だけ退学し。なんで私だけ。その後私はインスタを見ると、ミレちゃん100万人もフォロワーいる。あ、おはよう。最近ネットでバズっててすごいね。お見かけ投稿でもしたの。毎日ポジショニング戦略して SOV っていう広告効果測定方法を用いて適切にマーケティングアプローチをしているだけ。だって私本物の陽キャだから。いや、それはただの頭脳派ビジネスマン。え、スナイパーに狙われてる。夢だからミレちゃんの命狙われてるんじゃない。え、全然大丈夫。逃げた方が。ほら、大丈夫だって。私本物の陽キャだから。いや、ただのゾンビ。